向井治、ドラマ、永遠のゼロの制作発表に、出席。俳優の、向井治、32が、23日、自ら主演するテレビ東京系の、ドラマ、永遠のゼロ、2月11、14日、15日放送の制作発表に、出席した。向井は昨年12月28日に、女優、国中涼子、35と、結婚してから初の公の、場、多部未華子、25、広末涼子、34、中村葵、23だと、ドラマへの思いを語った。戦争で命を落とした特攻隊員、宮部久蔵役を、務める向井は、宮部の結婚生活は、ほとんどなく、妻役の、多部さんとの撮影も、1日しかなかったと苦笑い。他人との結婚ってこういうものなのかな。当時は普通だったのかもしれませんが、時代の変化は感じましたね。と、話し、新婚生活を送る立場から当時の、結婚に思いを馳せた。一方、この日は指輪もつけず、報道陣からの、結婚おめでとうございますの掛け声にも、無言。自らの結婚について触れることはなかった。